皆さん、おはようございます。ティン、ジャーの脈部、キンタです。都道府県別名字特性、どんどん言います。京都は、よも、仕方、はい。よもや、よもやですね。子供川、塩見、いじり、川勝、大谷、白長ですね。大阪は、東口、ガンバ大阪で、今、ゴーキーパー務めて東口、坂口、泉谷、中辻、八尾、松並、東の、八尾持ち名ですね、はい。奈良は、乾、辰巳、八尾、北、岡橋、福西、和歌山は西下、根頃、湯川、岸、久喜、南方、上野山、兵庫は丸尾、笹倉、御殿、清瀬、細見、春菜、大前、岡山は南波、瀬野、これも聞いたことありません、ね、白上、三宅、各南、板野、赤木、広島は壇上、宮地、高垣、瀬田、宇根、クリス、クリス松村みたいだね。なんか違うの。山口は広中、末竹、あんの、おいしめスイッチ、縄田川村ですね、はい。鳥取は山根元池、小谷、林原、石名村、石場ですね。島根県は勝部、錦織、テニス、よくありますね、日本代表、錦織圭さん。森脇、江住、野津、引きの、福間、ありますよね、はい。多いという字が多いですね。島根県のそのリスト以外で多い方、陳列型鳥取も多いですね。以上です。バイバイ。